タイゲイは海上自衛隊の潜水艦。タイゲイ型潜水艦の一番艦。艦名は大きなクジラに由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍潜水母艦の大クジラに続き二代目にあたる。総流型潜水艦11番艦の王流、12番艦、闘流に続き、g s ユアサが開発した。 リチウムイオン電池を搭載したディーゼル電気推進方式の通常動力型潜水艦となる89式長魚雷の後継である最新の18式長魚雷を装備することが見込まれている。また、潜水艦への女性自衛艦配置制限の解除を受けて居住区内に仕切り等を設け女性用寝室を確保するなど女性自衛艦の勤務に対応している。大イ,イは 中期防衛力整備計画に基づく平成29年度、計画3000トン型潜水艦8128号艦として、三菱重工業神戸造船所で2018年3月16日に、寄港され、2020年10月14日、同工場において挙行された命名、浸水式において、タイゲイと命名された。2022年3月に、海上自衛隊に引き渡される、予定。 配備先は未定。なお同館は、平成31年度以降にかかる防衛計画の対抗についてに、建造中であるにもかかわらず試験潜水艦への種別変更予定が記載された。ABCD、海上自衛隊の最新鋭3000トン型潜水艦、大イ,イが、浸水、旧日本海軍の潜水母艦、大ラが、艦米の由来。高橋光介。ヤフーニュース。 2020年10月14日閲覧。新型潜水艦、大芸イイ浸水22年3月収益、開示。時ッ .com ニュース。2020年10月14日閲覧。AB 海上自衛隊 HP 命名、浸水式平成29年度計画潜水艦の命名、浸水式について、防衛省海上自衛隊公式ツイッター、防衛計画の対抗及び中期、 防衛力整備計画について P11 ありがとうございます。